プレゼント企画やってます。どうもどうぞれです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで私はですね、今10秒デッキガチ勢というクランにいるんですけれども、今日はなんと、私のチャンネル初めてですかね、10秒デッキの生みの親マタトリパイセンに、来ていただいております。まあ来ていただいておりますって言っても、クランに来ていただいてて、ちょっとねリプレイを見させていただいたんですけれども、ドズルさんのチャンネル用の健全なリプレイってここに書いてあるんですよ。まあ健全なリプレイかと、いう目でね見ていきましょう。あの10秒デッキって本当にすごいですね。これ普通にマルチ戦で別にあの相手が全然弱いとかそういうわけではないんですけれども、こんなに刺さるんだっていうぐらい本当にね、巧みに相手にこう10秒デッキを刺していくので、ちょっとそこら辺ね、今日はテクニックを盗みみたいなと思います。でこの後、またたびさんにリアルタイムでねちょっと攻めてもらいたいなと思ってるんですけど、ここうまいのが左にディガープラスギャング使って相手にねこう呪文を使わせてるんですよね。ローリングバーバリアン使わせて、でさらにここ、スケルトン部隊を使うことによって相手にまたねこうやってアイスイズみたいな範囲攻撃のユニットを使わせた後、この後ね事件起きます事件っていうか、さあここですね、バレルからのクローンで一気に、だからもうここでローリングバーバリアンと、そしてアイスウィザードがないから相手も範囲攻撃で受けることもできないし、ちょっと判断ミスして、少しトルネードが遅れたらこんな感じで、もうキングタワーが気づけば1380と、1380って言ったらもうあとね、あのロケットプラスのディガーとかで削れるんですよね。しかも、このデッキ何が驚愕かって、ロケットももちろん強いんですけど、ロケットミラーがあるんでね、それで結構こう削りやすいのかなと言ったところで、あの一撃をどれだけこう決めれるかっていうのがすげえ大事だなって改めて感じました。もうこの時点で、またたびさん勝ち確なんですよ。これで、相手にねロイヤルジャイアントに対しては、まあ、スケルトン部隊とかね足してるんですけど、これもあとキングタワーにロケット打ち込めば、勝ちの状況なので、もうこの、状況からもうロケットまで回して、勝利と、いう感じで、もうここで勝負が決まると思いきや、さあここからですこっからですっていうか、こっから、さあ行きますよ。またたびパイセン。とりあえずファイアースピリットを手に持ちながらグッドゲームを押しております。これだって相手ももう勝ちようないですからね。結構相手ももう、急いで、ユニットを出しつつワンチャンスを狙っていくんですが、ここで、さあ、バレルに対して、ここはもう相手もトルネード構えてますよと。なかなかやっぱバレルは通らない。これはディガーを飛ばして、さあディガーもこれ2箇所とも全くキングタワーとは違うところに置いて、この黒、よくない、これは。これ、よくないぞ。健全じゃないぞ。どこが健全なんだ、これは。どこが健全なのか教えてほしいけど、で、これでファイアースピリットを適当に流しつつ、まあ、左はね、ロイヤルジャイアントスケルトン部隊で抑えて、さあもうそろそろとどめを刺すかなと、ロケットを打ってとどめを刺すかなと思いきや、まだです。で、キングタワーをうまく守りながら、さあ手前バレル。これにはちょっと相手も、トルネード打ってしまいます。で手前バレルで、さあロケットも、右に打ちつつ、さあ本命のロケットを、ミラーでキングに打っていくと、いう感じで、これがまたたび式だと。これやられたらマジでムカつきますよ。本当にこれは良くない。全然健全じゃない。ということで、まあ、せっかくなんでね、今日はまたたびさんにリアルタイムで、ではちょっとお願いいたしましょう。あ、始まってる、早い。もうこれで、本当にこの10秒デッキがね、本当に通用するのかっていうのが、わかります。さあ、まず相手メガゴ初手。これは、あれなんですよね。右に飛ばしていくんですよね。キングタワーいきなりじゃなくて、まずは、相手の様子見。あ、巨大スケルトン。相手もかなり変わったデッキですね。さあ、ここはスケルトン部隊を使いつつ、まあ相手にザップなり、ローリングッドなりを使わせたいなというところなんですけれども、相手も使っていかない。なんと、なんだ、相手のデッキがすごい。相手のデッキの癖が強い。これにはまたたびさんもおっとと、言わざるを得ません。これもう相手にローリング、あ、矢の目使った。何これの時。何これ今10秒デッキを警戒してたのか。今キングタワーの麓に矢の目打ったよね。これ10秒デッキを警戒しての矢の目なのか、わかりません。さあ、ここはちょっと、またたびさんも、一旦自分の形ができるまでね、様子を見ながら、まあ、かなり、ちょっとレベルが、お低くございますね。相手の、スケルトンバレルのレベルは少し低めという感じでございます。これに対してまたたびさんはうまくね、スケルトンを使いながら相手にローリングッドを誘っていって、まあ、ローリングッドないしは矢の雨。ここら辺を、あー来ました！これで、ね、これ矢の雨あるんじゃないの？大丈夫。さあ、クローンかけて、一気にキングタワー落としていく。これ、ボーラー出しても、もうここでロケットを2発分圏内ですね。
さあ右も左もそしてキングターンも圧倒的にダメージリードを取っているマタタビ選手、やっぱタイミングうまいんだよな。相手の矢の雨とか打てないタイミングを狙ってキングターンやっていきますよね。さあこうなるともうマタタビさんはロケットプラスのディガーなんかで削れそうなもんですが、ここは器用に守っていきます。さあ矢の雨使った。こうなると、あ、キョスケこれ入った。さあキョスケはギリギリこれ入りましたかね、たまに。いや入らないか、この距離。いや入ってない、ギリ入ってない。さあここでキングタワーに、ね、バレルを投げて、さあ決めに行くか、まあ、ちょこちょこと、削りを入れて、まあ、でもね、な10秒デッキ私も使ったことあるんですけど、難しいのが毎回全力だと普通に呪文でやられちゃったりするんですよね。だから今みたいな感じでたまにこうフェイクをかけて、さあ来ました、ダブルディガーで、デュアルディガーでこれはキングタワーをガンガン打ってってフィニッシュという感じでございます。やっぱうまいわまあでも今のはちょっと相手のレベルがね、少しユニットレベルとかも育ってなくて、あと矢の雨もキングタウンのふもとに打っちゃったりもしたので、ちょもう一回お願いしましょうか。はい、もう一回お願いしましょう。さあ次ちょっと強敵たあ、もう行ってる行ってる行って、早い、私が頼む前にもう行ってくれてるさあということで、ね、2戦目でございます。いやでも10秒デッキ見てて面白いですね。こっちがさ、相手からすると不意打ちかもしれないですけど、こっちとしてはもう10秒デッキで攻めるっていうのが分かってるんで、どういう立ち回りをするのかっていうのも見てて楽しいですよね。さあファイスピをうまくサイドに寄せて、あ、ここはロケットなんだ。ロケットで寄せて、さあここで相手にポイズンなり何なりを使わせたい感じですかね。スケルトン部隊とギャングがねやっぱ強い。最近流行りのデッキにも結構スケルトン部隊入ってるんですけど、こうやることで相手はもう呪文使いたくなりますもんね。普通のデッキだと思ったら、おっとこれ呪文使わないとやられるよ。あ、エルウィズ使って、そうなんですよ。ここでエルウィズとか呪文なり何なりを使っていくと、どうしても次の、バレルとかがね刺さりやすくなりますし、さあここでさらに、相手にこう確認ですよね。ザップとか持ってないかという確認ですが、相手は持ってなさそう。そんなことないと思うけどなスケルトンラッシュに、スケルトンラッシュに呪文が入ってないことなんてないと思うけど、さあここ相手ベビードラを足しつつ、さらにここはねしつこく、しっかりね、ザップを持ってないかっていうのを確認していきますが、まだ出てきません。さあここで相手がまだね回ってきてないのっていうところで、クローン入りのこれミラーゴブリンバレル一気にいった。強い。いやだから今みたいな、もう本当に相手の手札をちゃんとチェック、何回もダブルチェック、トリプルチェックして、ザップとかローリングとない状態で10秒デッキやっていくんさ。いや本当うまいなマジで、これ絶対勝つもんねマタタビさんの10秒デッキ、あ、もう次行ってる。マタタビさんの10秒デッキ勝ってるのしか見たことないですよ。本当にうまいですね。さあ始まりました、相手日本人の方ですね、海猿さん。さあここはマタタビさんよろしく取り、でもこれ日本人ってだけで、あ、マタタビさんだ、10秒デッキの人だってなるかもしれないから、すげえフリーですよねおそらく。さあここはファイスピはちょっとガゴムに入らず、さあこれフリーですよ。さあロケットを打つ、ちょっときつそうなロケットですな今んとこ。でもしかしたら相手のね海猿さんも、あ、これ10秒デッキで有名なマタタビさんじゃないと。でしかもクラン名をパッと見た時に10秒デッキガチ勢って書いちゃってますから告白しちゃってますから。さあエリポン、これロケットの後のエリポンはかなりきついよ。さあディガープラスのギャングで、ここはディガーでね、しっかりとエリポンパコパコ叩いていきます。いやこれが強いですよね、ディガーもそしてロケットもあると。割とこの10秒デッキは本当にね、キングタワー狙いじゃなくて、おー、そういうこと？そんなことすんの？さあ、こっちは左にクローン、右にバレルということで、ミラーの方に、クローンをかけることで、レベル10の、ゴブリンがめっちゃ削りましたね。新技これ。キングタワーを落とすんじゃなくて、ダブルバレルという新しい技を見せていただきました。これまだ相手がね、その、ザップとかローリングとか見えてないのも、うわ、うまい！ここはうまい。ガゴムレにはファイスピー、そしてスケルトン部隊でうまく囲んでいくという感じ。うまいな、技ありだな本当に。さあこんな感じで相手のちょっとこう呪文が見えてないときは、今みたいな感じでね、バレルを両サイドに投げて、まあ、いい感じにダメージを狙ったり、相手からするとすげえ嫌ですよね。さあここはギャングで、うまい、プリンスだけギャングで寄せていって、アイスイズはタワーで受けるという。ここですよ。ああ、でも相手もクローンで。ただここはミラーギャングがしっかり守ってくれます。さあ、鉄壁ですね。さらにディガーも加えて、ここは右がまたさらにタワーダメージ。これ普通に勝ちそうなんだが、そういうパターンもあるの普通に勝ちそうですよね、今んとこ。
さあ 1-0 を狙っていくのか。ただこれプリンセスが割と厄介ですね。あーこれはうまい。プリンセスはバレルで処理して、そしてプリンスはスケルトン部隊でねしっかりと抑えていきました。ここはロケットで右の弾は削りながら、さこれもう 2-0 で終わらせる勢いかな、 2-0 で終わらせる作戦かな。今回キングタワーあんまり見てないですね。ファイスピーがここは刺さるか。いやここら辺もうまいですね。しっかりファイスピーで相手のガゴ群れを処理して、さあここはもう、フリーズを使ったんで一旦諦めて右の削りに行きます。おここでキング、ここでキングなの。ここはちょっとおおすげえ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 、ここでキングなんだ。さあ相手もここにはバーバリアンを出さざるを得なくて、まあ、キング少し削りましたが相手の、キョスケもこれはキングに入ります。いい勝負です。さあロケットからの、ロケットからのこれは、しっかり守らないとこうちょっときつい状況。さあガゴムレやってきて、さあスケルトン部隊プラスのファイスピが、あーファイスピ入んない、やばいやばいやばい、これは負けちゃったんじゃないか。さすがにこれはきつそう。さあミラーのファイスピがうまい。ただここプリンセスが、あやばいやばい、これ本当にやばい本当にやばい。さあキョスケプラスのげんこつパンチがこれはちょっと入っていきまして、相手のこれもうあとワンパンチ入るとやられるというところで延長戦ロケットと。さすがでございます。これね10秒デッキって分かっててもちょ勝てる気がしなくなってきて、ちょ私戦ってみていいですかね。本当にうまい、マジでうまい。ちょっと待って、ありがとうございましたと。いやスナイプされましたじゃないでしょ。違う、普段私が使ってるゴーレムデッキで一戦ちょっとお願いしていいですか。さあ今回は、私はもう普段使ってるデッキね、特にこれ別に対策してるわけじゃないです。よろしくお願いします。これねワンチャン負けるんだよな、ほんと命知らずですねって命知らずですね、面白すぎ。いやよろしくと。いやこれちょっとな、初めて戦うから少し緊張気味でございます。さあこれはライトニングドラゴンでビリビリと。あのねスケルトン部隊が割と嫌だと思うんですよね。さあとりあえずこれはどう受けてくるか、ファイスピかなんかで綺麗に受けてくるかな。あーこっちで行くんだ、これ怖いな。普通にここでローリングバーバリアン使っちゃうとこの後のあれが怖いですよね。スケルトン、キングタワーのゴブリンバレルが恐ろしい。さあスケルトン部隊やってきまして、うわーこれにねあれを出したいんですよ、マジで。これ出したくなる、なるあのベビドラをいい感じに出したくなる。あーこれは両サイド、これやばいやばい、どっちに行けばいい、どっちに行けばいいの、難しい難しい難しい。あでもここは相手もクローン使ってきます。あー使ってくるんかい、やばいやばいやばい。まあまあ抑えて抑えて抑えて、オッケーオッケーオッケー、いい勝負いい勝負いい勝負、やるなとやるなと。いやこれダブル、このねダブル戦術はマジで強いと思う本当に。さあベビードラがターゲット取った後におそらく群れで囲んでくると思うので、さあここはゴーレム通ったかな。あーロケットでうまくまとめていく、おまとめ便利、いい勝負ですね今んとこ。いい勝負、ちょっと押されてるかなっていう感じなんですが、まだ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 終盤ね、このゴーレムが刺さっていくでしょう。いやーこれちょっと難しいな、こうやっぱね10秒デッキって分かってる相手にはキングタワーがなかなか刺さらないから、こういう戦い方をするんですな多分おそらく毎回。さあここはゴロッといって、こうスケルトン部隊かな、おそらくスケルトン部隊で囲んでくると。このスケルトン部隊に対してはメガゴで寄せつつ、これちょっと左は捨てましょうか、左捨ててメガゴのちょっとエンジンをかけてからここで、ゴーレム展開ですかね。さあこっからこっからこっから、これクローン来るよ、クローン来てトルネードでちゃんと寄せる、オッケーオッケーオッケー。左はこれ落ちましたね、左落ちて、さあこっからです。いやー結構緊張するな、かなり相性はねぶっちゃけいいと思う、かなり相性はいいと思うんだけど、さあこれ負けられないけど怖い、本当に怖い、最後まで最後までコアコアのコアですが、さあランバージャック、やばいやばいやばい、やることがないやることがないやることがない、あー来たよ来たよ来た、どっち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 、やばいやばいやばい、ちょ待って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 、危ない危ない危ない、どっちかわかんない、どっちかわかんない、どっちかわかんない、マジで怖い怖すぎるだろさすがに。さあこれはこれはこれは、はいはいはい、受けて受けて受けて、さあベビードラベビードラ、これは勝ちましたかね、さすがにごめん勝たせていただいた。まあ、でもこの相性差だからな、ちょっとごめん本当いじめたみたいになった。でもね恐ろしいですよ本当。さあ最後まで最後まで怖いよ、最後まで怖いよ、しっかりトルネードで寄せて、グッドゲームありがとうございます、ありがとうございます。これなんかごめん本当に申し訳ない、本当に申し訳ない、せっかく動画に出ていただいたのにめっちゃ目立ったみたいになった
カットしたいまである。ごめんなさい。めっちゃ目立ったみたいになって。めっちゃ目立った、みたいになりましたと。ということで、悔い改めよと言ってくださっているので、またたび神は、しっかり私のことを許してくれそうです。ということで、本日は10秒デッキの神様であるこちらね、またたび神様に、来ていただいて、10秒デッキとはどういうものかっていうのをね、見せていただいたんですけれども、やっぱうまいね。うまいし、ちゃんとロジカルなんですよね。適当にワンチャン狙ってるわけじゃなくて、しっかりロジカルで相手に合わせて、こう戦い方を変えているのがすげえかっこいいなと思うので、こういったこう尖ったオリジナルデッキっていうのはね、応援したくなります。ということで、じゃあ本日の、動画はね、またたびさんの、動画でございました。気になる方はぜひね、またたびさんのツイッターなんか、見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。